ハイシハルを称し、南部は、元氏が、元氏江南国を称していた。江南国が、シャムの侵略により多くの土地を失い、民に重税を課すようになると、元文み元文友、元文とも、への西山三兄弟による西山の乱が起きた。ハイシハルは、夫と共に、初期からこの乱に参加し、造兵を引き多くの戦いに勝利した。西山朝では都督の地位にあり、 廃イシ陳氏チンシ、ラン、コウシキク、ともに、西山五ホウメスの一人と数えられた。その後、港南ゲンの生き残りである、ゲ福栄が勢いを取り戻し、西山町が遠いた不俊が陥落すると、西山町最後の皇帝、ゲ光ヒと毛内イゲアに逃れ、五千の兵を率いて、クワンビンショウち人にて、広南。 原子の軍と戦ったが1802年2月に敗北。下安章で夫と共に元福への軍に捕らえられ、夫は残首によって彼女は像による踏みつけ刑で処刑された。現在でもベトナムの歴史上の英雄の一人に数えられ、多くの都市に彼女の名前を冠した通りがある。ありがとうございます。